ごきげんようリオロスです。それでは本日も金色のコルダツやっていきましょう。はい、前回はようやく YouTube 1曲完成しまして、でさらに、月森くんのイベントも好感度が足りたっぽいんだけど、足りたっぽいね。なんだけど土日がもう取られてしまった。どうする月森、頑張ってくれ。まあ、頑張るのは僕なんだがな。さあやっていくぞ。さあもう明日土日だから、おはよう。おはよう。明日土日だからちょっとアイテムも取っとかなきゃいけないし、うまく練習できる楽譜もあるといいんだけど、あれ月森くん光ってないな。大丈夫かこれ。やめておくか。なんだやぶから棒に。ウィン行くのやめた？あ、パンを買いに来るの。パンか。ウィンやめたのかと思った。ああ、君もパンを買いに来たのか。俺はこの行列に入っていく気にはなれない。まあ、何似合わないな。もみくちゃになりながら、焼きそばパンくれって言ってる月森くんは、ちょっと想像できない。カフェテリアに行くことにする。そうしろ。それがいいよ。君も一緒に？向こうも混んでるかもしれないが。君がそうしたいなら構わない。いやーよかったよかった。私の前では笑顔を出してくれるようになったね、普通に。でどうなんだろう、こういう時に普通に話しかけに行った方がいいのかな。もっと何もないよ。あ、マフラーあげるぐらいか。あげる。これはマフラーか。何見えるんだ。縄にでも見えるか。喜ぶ。ハートが出る。ありがとう。この柄は好きなんだ。水色にしたのか。早速使わせてもらっていいだろうか。今日の帰りからいいぞ。ガンガン使え。よし。それ以外ないのか。屋上じゃなかった。なんか始まるっぽい。あ、ドバイちゃん、これから練習？はい。俺はこれから神戸に買い物行くことが。あ、はい。どうぞ。僕はその後ろの石像に物買いに行くんで。蛍光のボールペン切れちゃってさ。どう答えますか。え、これ見送っていいの。バリーしないよね、こんなんで。私ちょっと、だってリリーにね、買い物行かなきゃいけないから、まさかこんなとこでバリーする。もうここまで来たら、まあ月森くんメインだからな、今回。頑張ってください。じゃあね。あ、あよな、まあまあそうだよな、それが普通だよな。蛍光ペン買いに行くのにわざわざついていく人いないもんな。そうだよな。まあ、前回見たイベントではないイベントをなるべく見たいからね。頑張って下選んだけど、よかったよかった、バリーンはしなかった。でアイテム、稼ぐアイテムない時は1個は必ず持っておく。で私のレベル18なのか。じゃあ18の楽譜買っとくのもありなんだよな。で2つある。土浦くん、あー両方とも月森くん弾けないね。え、なんだここに来て。あった、これも18だよ、よかった。精霊、じゃあこれ買っとくか。はい。でも金なくなった。高いなー楽譜ってやつはよ。高いなー。どうしようちょっと作戦会議はいつものエントランスで。なんかもうエントランスが落ち着くんだよね、もうずっと見てるせいか。この人たちが歩く画面を見てる時間が一番長いんで僕的には。さて、2曲目だよね。2曲目にそろそろかからなきゃいけないんだけど、ジュトゥブが精霊、今買った曲は精霊ですね。どうする。これどうする。まあまあ月森くんと練習する用の曲と思えばいいかな。で月森くんと弾けるのって高級曲40番なんだよな次。じゃあこれやるか。とりあえずこれを完成させるか。修正だしな。じゃあこれを私の習熟度30か。2人練習で月森くんと40番をやるとして習熟度は6しか上がらない。 6?
6なの？ 6 は少なすぎないですか？習熟度ボーナスのあるグラウンド行ったとしても、いやほんとここ19日あるって言ってもきついなこれ。公共局40番の方が先進んでんだよな、うん、あー違う違う、今のがそれか。12か、1人なら12か。なるほど、じゃあやるしかないか。あー、ここチケット持ってない2人いるね。じゃあここで公共局40番を。習熟度ボーナスアイテムあるね。いやーでもちょ待って、明日土日だから。そうだ、アイテムって言ってたのに私スペシャルメガホン買ってしまったから、いや稼ぐしかない。ちょ待って、まあまずは稼いで明日のアイテム買わなきゃダメだ。結局まず稼ぎからだ。なんだこれは、進んでるようで私進んでない、どういうことだ。進んでそうで進んでないな。あー、すでにもう6人集まってんの、ありがたいわ。今日は集めやすそうですね。まずこれから。きついぜ。やりました。10人います。10人、なんかまだこの辺にちょろちょろいるんで、もうちょっといけそうな気がするんだけど、まあ限界かな。はい。たまには水上音楽やりますか。まあ月森くん入ってるしね。はい。で、稼いで、とりあえず稼いで、明日のアイテム買わなきゃ。あー危ない、3人しか増えない。結局13人ぐらいなのかな。うん、1000稼ぐのが限界のような気がする。うん、やっぱ8人で良さそうだな。うん、でお金は集まった。明日引く分も考えないといけない。なあ困るなあ、ほんと。とりあえずアンサンブル完成度は明日デートには関係ないな。今日使うかこれを。いやー、アナログなもんしかないな。もうアナログなもんしか売ってない。ま、とりあえず糸1個買っといて、アナログデジタルチューナー買っといて。いやどうする、明日。いやー、ないな、結局ないぞ。マス買っとく。いや、うん、お金は取っとこ。じゃあ今日アンサンブル練習をすればいいんだけど、アンサンブル練習するもんがない。なんか作れ。公共局40番月森くん、カジくんはちょっとお休みで止まる。やっぱりお気に入り泊まるに入っていただきましょう。レベル15になってるしね、ちゃんと。偉いぞ。で、ケイチくんと、ユノキ先輩と。まあまあまあ、新しいメンツなんじゃないかな。うん。はい。で、一応高いのだと、あ、これも結局メンバーが、ビオラが、またビオラ問題だ、ね。ビオラ問題なんとかしてくんないかな。え、バイオリンもいない？え、月森くん17、え、あれ月森くん越してる私、いつの間にか。いつの間か月森くん越してない私。私のレベルは18です。月森くんのレベルは17だ。あー、月森くんいつの間にか越してる。だったら月森くんと2人練習ありなんじゃない？ここで。2人練習行くか。ここで2人練習で月森くんと仲良くなる曲が40番しかない。あ、40番で？しかも月森くん技術上がらない？え、だとしたらちょっと月森くんの上がるなんか楽譜ないのかな？月森くんの上がる楽譜、あ、ないんだよね、だから。うーわー、困るね。月森くんのレベルに上げられる楽譜がない。ただ単に仲良くするか。ただ単に仲良くしようで、月森くん。赤い糸で、はい、よろしく、構わないが、はい。じゃあ一応習熟度 1.2 倍にしとっか。6が7ぐらいになるぐらいか。はい、いくつ増える？
習熟度、あ、7上がりましたね。まあ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 、いいだろういいだろう。技術も3上がりましたね。まあでも親密度もうすぐカンストなんじゃないこれ。うん。あとは月森くんがちょっと気合い入れて、気合い入れてちょっとレベル上げてくんないと困るな。私もう18引けるぜ。どうする？サイカ、諸人をやらないでサイカの曲を買っとくっていうのもありなんだよな。まあちょっと月森くん弾けないけど、まあ一曲弾けるからいいか。サイカ買っとくかこれ。スケーターズワルツ。あーでも今、悩むな。この一旦何しよう。この一旦何しよう。何しようこの一旦。アンサンブル練習一回やってみるか。すげえ上がんないだろうけどやってみるか。他にやることもないしな。せめて誰かに聞かすか。コードのこの3人の誰かに聞かすか。聞かす。どこにいる。ここの、はい、ゆぬき先輩こんにちは。はい。ああ、ま、え、マフラー何本持ってんの私。え、そんな買ったっけ。そんなにマフラー買ったっけ。お前、俺がマフラーもらって喜んで身につけるとでも思ったのか。いや、帰りウキウキでつけてるでしょ。そう、はい、そうじゃない、つけんじゃない。ずいぶん強気じゃないか。ま、それもいいかもしれないね。つけたかったんでしょ。ま、ありがたく使わせてもらえよ。今年の冬はな。来年はまた新しいのあげるんで安心してください。はい。文化祭が終わったら急に寒くなった。高校生活最後の冬だな。よし。じゃあ、アンサンブル練習。あ、ゆるき先輩弾くんだ。じゃあ、ゆるき先輩弾かせらんないじゃん。あ、違う。え？スケーターズワルツだった今の。なんだった？あ、違う。40番。やっぱ40番か。40番。ケイチくんも弾くってことは土浦くんにしか聞かせらんないな。じゃあ土浦くん聞いてください。土浦くんにはマフラーあげたもんね。もうないね。マフラーの予備ないね。もう攻撃40番どんぐらい増える。27か。ああ悪くないんじゃない。いや悪くないぞこれ。あ、やろうやろうやろう。チューナーで、はい。1回目はまだ対立しないからね。おー、止まる、かっこいいよー。いいよー、止まる。決まってるよー。あー、止まる。はい。ん？そこの二人ですか。考えていたんです。さっきより良くなったって。どこが変わったんでしょう。これは見たやつだなー。次回、うん。次回やるね。あ、先輩よかった。探していたんです。一緒に帰りたいと思って。いいよー。ありがとうございます。ケイチくんとまだそういう会話してないのあったんだな。うん。最近学校の図書室が混んでる気がしませんか？まあ、受験してるんじゃないか？勉強してるんじゃないか？うん。あ、試験か。うん。あれ、12月ってもう受験終わってんだっけ？試験前だから、なるほど。え、試験勉強ですか？僕は前日に少し復習するくらいですね。勉強に時間を割きすぎるとチェロの練習時間がなくなってしまいますし、もうチェロ大なり勉強なんだな。まあそうだよな、彼の場合そうだよな。うん。だから授業中はなるべくきちんとノートを取るようにしています。え、君寝てるんじゃなかったっけ。その時ちゃんとまとめておけば見返すのが楽になって勉強時間が減りますから。でもノートが途切れてるところがたまに、ほら意識飛んでる。やっぱり途中で寝てしまっているのかな。また一緒に帰りましょう。さよなら。はい。そっか。やっぱ勉強は下だったな。そりゃそうだよな。うん。分かってた。知ってた。さあ、土日行くぞ。今日清水と練習の約束をしてます。ほら、大、レベル18引けるもんね。これ大事だよね。でも17でもいいな。ちょっと待って。違う。ジュトゥブ精霊、40番修正で、サイカ。ああ、やっぱ諸人か諸人か
どうしよう。だいや40番だったら進めとくか。ちょっとでも習熟度上げたいよな。うん。40習熟度10か。で15か。メタル持ってない。いやまあまあ、うん、15でもいいよな。平日だと6ぐらいしか上がんないからな。うん。これ使ってっか。あいやメタルあるじゃん。あるあるある。じゃあこれで20上げていきましょうよ。はい。ほい。おはようございます。僕今日がちょっと楽しみでした。ちょっとですか？じゃあ行きましょう。誘ってきたの相当さ前だったし、だいぶ楽しみにしてただろう。どこ行けばいいですか？どこ行けばいいですか？誘ってきた側が考えとくべきじゃないか？まあどこにでも行けるって言ったら駅前通りだな。うん。どこい途中からやっぱりあそこ行こうってなってもアクセスしやすいしな。うん。浸ってるね、相変わらず。よし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 。清水くんは親密度しか得るものがないと。タイミングが合ってきましたね。うん。どっか行けませんか？それが本命だろ。先輩を知りたいんです。なかなかドキッとくるセリフだよな、これ。そして先輩にも僕を知ってほしいと思います。うん。いいよ。その素直なところ、好きだよ。またコンサート行くか。またコンサート行けんのか。わかりました。それじゃあ行きましょうか。こないだ3人で行ってやっぱり2人で行きたいみたいなこと言ってたもんな。言ってたっけ？2人で引きたいだったっけ？まあ2人がいいんだろ、とりあえず。何はともあれ2人がいいんだろ。コンサート良かったですね。少しここで休んで行きましょうか。お？みんなで願い事。ああ、その話か。お礼を言う。清水の願い事を聞く。清水くんはあれだよね、自分の曲を探しているっていうか音楽を探しているだもんね。じゃあ今回お礼言ってみようか。すごいシンプルな回答だけど。叶うと信じた方が願いは叶いやすくなります。ああ、言霊ってやつ。ちょっと違うか。だから僕も信じます。先輩にお願い事は叶うって。噴水の音っていいですね。弾いてると飽きませんけど。これからどうしますか。え、まだあんの、まだあんの。おお、すごいな。まだあるんだ。休んでいくとショッピング、どっちがいいんだ。ショッピング行こうか。じゃあ洋服を選びたいんですか。いいですけど。いや、洋服なの。楽器店とかじゃないの。いや、むしろ清水くんにいろんなものを着させて楽しむという。先輩も洋服って好きですか。姉からも洋服は大事だって言われます。まあな。まあな、第一印象だしな。うん、大事だしな。うん。外をきれいにすれば中身もきれいに見えるって。ああ、うんうんうん、まあ間違っちゃいないな。うん。プレゼントとか包み紙がきれいだとすごく豪華に見えますよね。それと一緒なのかな。あ、でもそれなら先輩は洋服気にしなくてもいいのか。さらっといい子、なんか褒めてくれんね、この子は。すごいな、天然だな本当に。あ、先輩、この服の色きれいです、どうですか。あ、これ清水くんの好きな色が分かるイベントだったか。お日様のような暖かい黄色で、やっぱり黄色が君が好きなのは。やっぱり髪の色でいいんじゃないか、このゲーム。この色はきっと先輩に似合うと思います。清水好みの衣装認知、遅っ遅っ、今さら。こんな風にのんびり過ごすのはいいですね。それじゃあまた。はい。色は明るだけで好感度は上がらないのか。なるほどな。まあ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 、習熟度は上がったしいいだろう。寝る。よし。で、今日は湯の木先輩とは久しぶりだね。うん。湯の木先輩も40番があるからね。うん。これをまた、あ、もうアナログしかないけど、まあいいでしょう。うん、仕方ない仕方ない。技術はもう上げても仕方ないしな。これで行きましょう。アナログにアナログの味があるんですわ。うん。今だってレコードブームだしな。うん。おはよう。まさか約束を忘れていたりしないよな。忘れるもんか。それじゃあ行こうか。場所決まってるのかい。だ、誘ってきたのはあなたですけど。じゃあまた駅前通り。いや、でもこの人車持ってるからな。どこでもいいだろう。あ、でも休みは車じゃないのかな。じゃあやっぱり駅前にしとくか。あ、いいよ。行こう。この人の約束忘れたら、そりゃもう大変なことになるから忘れませんよ。はい。習熟度69。いいね。
でこのあと対立があるからその復旧で2人と練習するからね、うん、そこでも習熟度上げることはできるからいいんじゃないですか。お前根を詰めすぎじゃないか。詰めてますよ、言っていいって根を詰めてますよ。1球毎回全力だよ。あー、じゃあ思い出の映画館行きますか。いいぜ、この辺りにあるのか。じゃあ行くか。あれ初めてこのセリフ、2人だけの秘密の映画館でしょ。ほら、ん、雰囲気悪くないじゃないか。あ、結局中身は一緒か。しょっちゅう来る、たまに来る、中に入るのは初めて、初めてあなたと来ました、初めて同士ですねの方が良かったんだっけ。でもそれは前回見てるからたまに来るぐらいにしとこう。しょっちゅう来るはちょっと嫌がられそうだからたまに来ます。たまにか、興味のある映画があれば来るってことかな。まあまあまあ、それが普通だよね。うん、ふふ、お前らしい返答だね。ああ、喜ばれた。つまりどこまでも普通だってこと。その普通がいいんでしょ、ゆのき先輩は。嫌味だなんて心外だな。普通で悪いと思っているの。そう、普通が一番いいんですよ。うん、そんなことよりどれを見るか決めようか。ああ、出た出た出た。私がどれを選んでも結局あれでしょ。じゃあ今回はついにコメディを選ぶぜ。絶対見なそうなコメディ選ぶぜ。警戒コメディ映画。まさか俺が同意するなんて思ってないよね。思ってません。まあお前には確かにこういうくだらないのがお似合いかもね。どうしても見たいって言うなら別行動しようか。あ、それは勘弁してくださいよ。あ、やっぱ上がんないよな、うん、結局フランス映画を一緒に見る。はい、ですよね。まあ知ってた知ってた。結局何選んでもダメだったな。それじゃ気をつけてお帰り。はい、家まで送ってくれないんですか。はい、さてさて、まあまあまあ悪くないんじゃないですかね。次回対立が、うん、確定してるんで。トマル、ちょっと練習してないな。あれ、トマル、お、トマル。お前せっかく仲間に入れてやったのにまさか練習してないってことない。ああ、してるねしてるね。うん、いいよいいよ。でカジ君は何を練習してんの。ああ、一番レベルが、まあ、弾ける中で高いやつ練習してるから、まあよしとしよう。うん、まあもう間に合わないけどな君は。すまんな。すまんな、最後まで、最後の最後まで止まる頼りだけど。まあまあまあ、ゆぬき先輩トルコ行進曲、あれトルコ行進曲、あれゆぬき先輩は終わってるんでしたっけ。40番終わってますかあなた。終わってるね終わってるね。よしよし、さすがゆのき先輩。先輩はそうだよね、そうでなきゃ。うんうんうん、まあまあまあ大丈夫でしょう。はい、で、我がヒロイン、ヒロインじゃない、ヒーローはどう。990、もう大丈夫でしょう。もうあとは会いに行くだけでしょ、ひたすら付きまとうだけでいいんだよね。いいんだよね、もう。はい、じゃあ次回また付きまとっていきましょう。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。いやー、やっぱりトマルはいけてるぜ。